同声明は国連の委員会アメリカの核抑止力に頼る安全保障政策上の理由からこれまで参加を見送ってきた日本も初めて参加しました。国連総会の軍縮問題を扱う第一委員会では21日提案国のニュージーランドをはじめ日本を含む125カ国が核兵器をいかなる状況でも使用すべきではないとする共同声明を発表しました。共同声明は、まず核兵器は核の使用や実験の経験から制御不能な破壊力と無差別さを持ち受け入れ難い人道上の影響をもたらすのは明らかだとして非人道性を強調しています。そして国際的な核抑止への取り組みを踏まえながらいかなる状況でも核兵器を二度と使わないことが人類の生存の利益につながると核兵器の使用を訴え、すべての国は核兵器の使用を防ぎ拡散を防止して核抑止を達成する共通の責任を有するといいます。Humanitarian consequences of nuclear weapons are a fundamental and global concern. こうした共同声明は、去年の国連の同じ委員会や、今年4月の NPT 核